あ、こんにちは、グランピーです。何でしたっけ、昨日なりふりからこの、ポロシャツが入ってきてます。名前が、シアサッカーメッシュポケット半袖シャツ、ポロシャツじゃなかったです。この特徴は生地がすごいサラサラしててちょっとうねうねしてるっていうんで、なんかちょっとバカマみたいな感じ。ところどころメッシュの素材を使ってます。このなんかそれだけで涼しい感じで、これ面白かったのが、ボタンになりふりって書いてます。映るかどうかわからないですけど、でこれはもう着た瞬間生地が軽くて、ディーパーズウェアさん あれに似てるんですけど、今あれが言えない、あのアミードじゃなくて、真ん中こう縫ってるやつがあったんですけど、それになんか着心地がすごい似てます。ちょっと思い出せない。でこれはまあ着た感じ涼しいので、中にインナー着なくても大丈夫です。まあ、自転車向きなんですけど、なんか自転車じゃなくても着れる感じっていうか、まあ、それがまあなりふりとか、まあ、なりふりのまあ大人のまあサイクルジャージなんですけど、まあ、僕みたいなちょっと 中年じゃないけど、僕みたいな人が着ても似合います。まあ、僕は何を着ても似合います。まあ、これ入ってきます。でこれが1万7000円で、ダークグリーン と、ネイビーの2色になってます。これがめっちゃ売れるらしいです。で今襟付きのシャツは今こっちのコーナーに襟付きでやってるんで、ちょグランピーっぽい感じの、あ、行きましょうか。襟付きのシャツコーナー作りました。襟付き、これはなりふりの、これもオンラインとあと店頭でも、何か買ってもらってます。これシャツ、あとは、CCP、 これはちょっとまた次回紹介します。CCP はシルエットがどっちかというと、ちょっと細身のシルエットになります。だから僕みたいな腕がムチムチしてる人はちょっと腕がムチムチ、あとトッポデザインのシャツと、トッポデザインのまたシャツ、まあ、今年はグランピーこういう感じで、襟付きのシャツを押してます。だからサイクルジャージが全然売れないです。で戻ります。でこれと、でもう一個は今僕が履いてるこれが、やばい名前ごめんなさい、バイクショートパンツなりふり、これは色が全部で4色あって、このチノパン系と、あとネイビーとブラックと、もう一個下調べしなかった、もう一個あります。カーキあります。これはちょっと面白かったのが、まあ、僕いつもこのスワーブの短パン愛用してるんですけど、スワーブの短パンよりはちょっと気持ち幅が広くて、でこの膝の上はほとんど同じです。でもこっちスワーブはちょっと履いた感じなんか硬い感じがするんです。こっちは履いた感じなんかなんていうかすんなり入っていくっていうか、まあ、特徴はこれ、ここはなんかこんな感じの、僕のお尻見た人いないと思うんですけど、こういう感じで編んであるんで、長時間乗っても痛くなりづらいような設計をしているそうです。まあ、実際長時間乗ると痛いかもしれない。あとここに小物入れのポケットがあります。ここは iPhone X は入ります。だからもしスワーブの短パン持ってる人は、できれば2本目スワーブ、まあ、買いたいの分かるんですけど、なんかこういう違うのを買ってもらった方が、まあ、自転車の部品と同じようにまあカスタムできるような感じがするんで、まあ、いいと思います。です、なりふりの紹介です。でこれ言っていいか分かんないですけど、グランピーがオリジナルの短パンを今企画します。色はこれになります。まあ、それはまた次回というかいつか紹介します。だからその短パンができるまで、こういうなりふりとかスワーブがまだ在庫あるんで、それを買ってください。じゃあなりふりの、このシャツとあと短パンの紹介です。短パンとシャツはオンラインショップ載ってるんで、遠方の方でグランピー来れない方はこのクリックしてください。じゃあ購入お待ちしますっていう紹介でした。終わります。